大戦はさつは、琉球政府及び沖縄県の政治家。1954年に立法院議員に当選。1958年から1974年まで4期16年間に渡り、小座市長を務めた。沖縄社会大衆党の決闘メンバーの一人で、沖縄の本土復帰運動のリーダーであった。沖縄戦の後の沖縄の政治、行政に、 大きな影響を与え、現在の沖縄市の基礎を築いたと評される。晩年、沖縄独立宣言を出版し、大和は帰るべき祖国ではなかったとして、琉球独立を主張した。琉球列島前国民政府については、アメリカ民政府と記述する。また、肩書き、施設名、その他名称について、当時のもので表記する。1901年に、 沖縄県中上郡星来村に次男として生まれる。朝常は戸籍に乗せるは名で、流名は金派であった。1918年、沖縄県立農林学校に入学。1921年に農林学校卒業後、代用教員を務め、沖縄県の選抜を受けて、この f 表第三連隊に入園した。しかし、体内で、お前ら沖縄人は、 日本人じゃないと言われるなど、差別的ないじめを受け、一年余りで除隊した。1922年、沖縄に戻り、沖縄県市範学校に入学した。1925年沖縄県市範学校を卒業後、国神軍の尋常高等小学校の訓導に就いた。その後、いくつかの尋常高等小学校の訓導を務めた。あと、1941年に、 安波国民学校の訓導兼校長となる。1943年には、故郷の小白井村青年学校の教諭兼校長となり、沖縄戦と終戦を迎えた。沖縄戦で大戦は3人の子供、母と兄を亡くした。戦後は、生き残った沖縄人の多くと同様に収容所暮らしから始まった。大戦とその家族は、平収容所に入り、死体の収容作業を、 食料配給などに従事した。先輩教員の度重なる要請により、教職に復職し、1945年12月に、小差しの室川初等学校の校長となる。1947年、新設された古史来実業高等学校の校長に就任する。その後、一貫して教育畑を歩んできたことから、沖縄民政府の文教部私学館に任命された。 1950年に沖縄民政府が廃止されると沖縄軍党政府の公務部会運課長に任じられた。1950年9月の沖縄軍党議会議員選挙に立候補する。第四区定員2に対して3位となり落選する。同年沖縄社会大衆党の決闘に参加する。1954年3月に第2回立法院議員総選挙へ立候補し当選を果たす。 1956年3月の第3回立法院議員総選挙で再選。しかし、1958年3月第4回立法院議員総選挙で、折からの民主主義擁護連絡協議会への追い風により、平田嗣博氏に敗れ、落選となった。1956年、大戦の出身地である小白井村は人口増加に伴い、市に昇格した。 市長は、日下誠氏が引き継いだが、1958年9月7日に、市政施行後初となる市長選挙が行われた。大選は、基地依存経済からの脱却、祖国復帰を掲げて、社体等の公認を受けて、市長選挙に立候補した。この選挙では、元腰来村長の白間森吉、民主主義擁護連絡協議会の推薦を受けた、日下形成が立候補していた。 選挙戦では、白間森吉から大佐が市長に選ばれたら、米軍はこの市を潰すだろうし、小座市は立ち行かなくなるとの攻撃を受けた。しかし、7641票を獲得し、白間森吉の4845票と大差をつけて当選した。急増する小座市の人口に対処するため、上下水道の整備、道路整備、市営体育館、野球場、 陸上競技場、小座流米交流センターの建設など、社会インフラ整備に重点を置いた姿勢を行った。1962年に無投票再生を果たす。1966年に大木見村の元村長であった大久外智森を破り、参戦を果たした。大戦は戦後沖縄で初の参戦された自治体市長であった。1970年12月、 いわゆる小座暴動が発生する。暴動の発端は小座市街でアメリカ軍人の起こした引き逃げ事故をした後住民の車と追突事故を起こしたことにある。事故現場に駆けつけたアメリカ軍 MP に事故処理に対して不信感を持っていた住民たちが取り囲んだ。これにイフした MP が上空に向かって威嚇射撃を行ったため住民らが イエローナンバーをつけたアメリカ軍や MP の車を放火するに至った。大戦はアメリカ軍の MP9 砲で消防車に乗り込み現場に駆けつけたが燃える車に行く手を阻まれ現場にいた市民に事情を聞くことしかできなかった。暴動後、アメリカ軍側は基地の兵士たちの外出禁止令オフリミッツを出し、また軍作業員の解雇が続いた。これにより、 小座市の経済は直接打撃を受け、基地関連の業者やその従業員は窮地に追い込まれた。大戦の掲げていた基地依存経済からの脱却は攻撃の対象となり、保守系の議員からは、あの暴動はお前がやらせたのだろうなどと批判された。さらには、大戦の掲げていた基地経済からの脱却は具体的な成果が出ていないとして、対人要求が出されたり、 差し出し人不明の脅迫状が送りつけられたりした。そして実際に暴漢の襲撃を受けた。基地関連の業者らは、日本政府や琉球政府に離職者救済のための臨時措置法の制定を要請したが、無視された。大戦は、商工会議所や基地関連業者に対して、市から A サインの業者への休業見舞金を支払うことを決めた。合併問題地域の 約63%を米軍基地が占める小座市を発展させるために地域を拡大するほかないと考えた大戦は1961年に琉球政府の市町村合併促進審議会委員となり合併問題に取り組み始めた。同審議会が最初に示した合併案は小座市と三里村、茶谷村との一市に村合併であったが茶谷村は合併への意向が全くなかった。 このため、小座市は、三里村との合併を模索した。大山は合併の目的として、以下の3点を示した。中条港湾の建設と、東部海岸の開発住みよい町づくりのための、公用地の確保や、調和の取れた産業の振興基地経済からの脱却を、図るための市民意識の変革と、国際文化観光都市へのイメージチェンジ合併に向けた、話し合いは、 本土復帰後の1973年に入ってからであった。一度は、三里村側が合併協議会の設置について拒んだが、大戦の説得により6月に入ってから、法廷の合併協議会が発足した。しかし、視聴者の位置について、小座市、三里村共に自治域を主張し、平行線をたどったため、白紙撤回寸前まで紛糾した。 ここで大選は将来新庁舎を建設する場合は三里村地域に配慮すると説得して合併にこぎつけた。新氏名は公募で選ばれた沖縄市と決まった。1974年3月31日、人気満了を待たずに市長を退任した。沖縄市長を選ぶ市長選では沖縄社会大衆党公認候補の町田宗則の講演会長となり支援した。 その結果、町田宗則は初代沖縄市長として当選した。しかし、町田宗則の姿勢は、放漫財政を招き、市民の支持を失っていった。1978年の沖縄市長選で大選は、再選を目指す町田の後援会長就任要請を辞退し、加え朝行きを支持した。結果、加えは圧勝し、市長の座に就いた。1977年に、 沖縄社会大衆党から衆議院への出馬要請があったが誇示した。1978年参議院へ沖縄の革新政党の統一候補として沖縄社会大衆党から再度出馬要請があり、父として進まない中条案の公安設備の整備計画の実現のため一度は要請を受け入れた。しかし他の革新政党から大戦は 保守的体質があるとの理由で、革新統一候補にふさわしくないと批判され、また革新派の沖縄県知事であった、やら長病からの同意が得られなかったため、立候補を見送ることになった。失望した大選は、沖縄社会大衆党を離党した。その後、沖縄県社会民主連合を旗揚げし、代表の座に就いた。沖縄国際大学の理事などを務める。 1997年に沖縄独立宣言を出版した。1999年11月24日、死去。敗戦直後の教育環境について大戦は、学校は校舎や教科書はなく、テントの下に、米軍の野戦病院用ベッドに板を貼り付けた机で、授業を行ったと解雇している。また教員への補給はなく、米2号の配給が、 月給代わりという状況であった。1950年代の講座十字路大戦の暮らしていたバラックの隣人の家庭では、夫婦に3歳の子供がいたが、夫に仕事がなく、夫人が米兵相手の売春で生計を立てていた。小学校を卒業したばかりの少年が、いわゆるポン引きをして、米兵と交渉し元締めへ連れて行くところも目撃した。また、同年代の少女たちは、 米兵のガールフレンドになることに憧れていたとしている。病弱な夫を抱えた女性教師が小座十字路で米兵相手の売春をしていたことが発覚し退職してもらった例もあった。軍用地買い上げ問題1954年、アイゼンハワー大統領は年頭一般教書演説で沖縄のアメリカ軍基地を無期限に使用すると発言した。さらに三月十八日、 沖縄タイムスが、米軍当局は、沖縄で4万5千エーカーの土地を購入し、3500家族の住民を八重山に移住させるための資金を獲得するだろうというワシントンでの情報を報道した。この買い上げ計画に対して、琉球政府行政主席であった、ヒ下周平は3意を表明した。一方で、立法院は、この計画に強い範囲を示し、後に、 軍用地4原則と呼ばれる、軍用地に関する請願決議を4月30日に可決した。軍用地4原則を簡潔に述べると、以下の項目になる。琉球政府は、行政主席の日下修平とその秘書、大戦浅常を含む、立法院議員3人、軍用土地連合会の会長であった、加え朝行からなる6人の代表団を、アメリカ本土に派遣し、 直接掛け合うことになった。しかし、アメリカ政府が調査団を派遣することが決まっただけで、特に大きな成果を上げることはできなかった。1955年、軍用地問題を調査するため、アメリカ政府は沖縄にプライス調査団を派遣した。1956年6月にプライス調査団は時代の一括払いを勧告した。しかし、これが契機となって、 沖縄の56市町村で、反プライス韓国の住民集会が開かれるなど、島ぐるみ闘争と呼ばれる大きな住民運動に発展した。このため、アメリカ政府は時代の一括払いを撤回し、軍用地使用料の引き上げで幕引きを図った。この時、琉球政府の派遣した代表団は、全員時代一括支払い反対で統一されていたと、 公式文書では示されているが、大戦はこれを否定し、自分以外は賛成であったとしている。1956年3月には、第3回立法院議員総選挙が行われた。この選挙で大戦は、自分自身を除く他の代表が時代一括払いについて賛成したことを暴露した。この選挙で大戦は、有力な対立候補であった民主党の桑江朝行を破り当選した。 この暴露が大戦に優位に働いたと主張する論がある。一方で、選挙戦全般では保守系の民主党に追い風があった中で、大戦が当選を果たしたのは、中小土地所有農民の意向が反映された結果だと、する論もある。基地の町1955年頃の小座、八重島地区大戦は、自身の生まれ育った小座市について、アメリカ軍の基地の町というのは、 アメリカ兵とその女の町ということ、300人のホステスたちが米兵相手に商売する基地買いができ、小座市のシンボルにまでなってしまったと述べている。実際、基地周辺は米兵相手の売春が公然と行われていた。小座が基地の陥落街となってしまったことについて、大戦は1949年頃に小座村の八重島地区の弾薬庫が返還された際に、 行政側で米兵の一般不助死への性暴力を減らすため、特院外の建設構想が持ち上がった際に反対したと述べている。しかし、1950年、八重島に特院外が出来上がった。一方で、住民の方も町で稼げるだけ稼いだら、他の地に安住を求めて移ろうというものが多く、そのため家も粗末なバラックで、すさんだ状態であった。 市政の運営講座市は、地域の約70%が、カデナ基地を中心とする軍用地が占めた。米軍基地は、時代収入、雇用機会、生産サービス需要といった経済的恩恵をもたらした。その一方で、アメリカ軍が、米兵の陥落外への立ち入りを禁止を行うと、途端に、業者の倒産や移転が起こり、町が一気に荒廃するということが起こった。 市長となった大選は市政について本土で学ぶ必要を痛感し、自治省に依頼して、奈良市の市長であった白鳥義三郎の紹介を受けた。白鳥からは基盤の固まっていない新興都市は都市計画をしっかりしておかなければならないとアドバイスを受けた。大選の実際市政運営は徹底的な合理化で臨んだ。大戦は安上がりを狙って、 工事設計書を作っても受け置いには出さず、よく直営工事をした。担当職員が、資材受け払い簿も作り、妊婦も配置するやり方をただ取ったと語っている。また米軍からの援助も徹底的に活用し、私は土木工事用の高価な機械、自動車、消防用車など、機材や消耗品その他、暴風雨被害のための廃材、スクラップなど、 とにかく採算が取れて、金になるもの、あるいは何かの交換剤になるものは、チリかアクタも、軍からもらい受けたと解雇している。そして、自らを、小座市のための高等誤実機と称した。アメリカ民政府との関係退散は、基地経済からの脱却、基地の撤去を掲げる一方で、小座市の発展のためには、米軍から最大限の援助を引き出す努力を惜しまず、大戦には、反米と、 新米の両義的な部分があった。この態度について大戦は、米国民の税金であり、日本国民の税金であるが、その金の多くは、沖縄から搾取した金である。それを取り返すことを、沖縄の犠牲者は絶えず心すべきあると説明している。1961年、琉球列島高等弁務官として着任した、ポール・ w キャラウェイは、 沖縄の自治は神話に過ぎないとして、あらゆることに干渉し、高圧的な施策を行って、いわゆる、キャラウェイ旋風を巻き起こした。大戦は、キャラウェイ旋風について、キャラウェイ将軍でないとできないゲートかもしれない。沖縄もこの時、だいぶ反省し清潔になったと思うと、好意的な評価を下している。大戦浅津根の子供たちも軍に動員された。長女は、 昭和高等女学校卒業後に特使従軍看護婦となった。沖縄県立第一中学校の3年生であった長男は鉄血勤労隊に入った。沖縄県立第二中学校の2年生であった次男は第二中学校通信隊暗号班に加わった。長女と長男はいつ、どこで、どのように死亡したのか不明のまま。次男は手榴弾を使って自決した。 また途中まで行動を共にしていた大仙の母親と兄は合死している。沖縄戦時、大仙は小白井村青年学校の校長であった。当時、青年学校の生徒は600人いたが、全員が義勇隊として動員された。そのうち、約半数が戦死した。戦後、青年学校の慰霊祭に参加した時、自分だけシャーシャーと生き残り上がって、と罵声を浴びた。 以後、慰霊祭には参加しなくなった。戦前の軍国教育に無批判に手を貸したことについては弁解は許されない。そのことだけは忘れず戦後を生きてきたと語り、沖縄戦の体験が戦後を生きる原点になったとしている。大山をよく知る人たちは、口を揃えたように、大戦は、貴重面で、時間励行の人であったと解雇している。また、メモまでもあった。 小座市長時代は一般職員より1時間前に登庁し、1時間遅くまで残業した後に退庁し、少なくとも2期8年間は無遅刻、無相対、無欠勤であった。沖縄人は時間にルーズな面があり、その悪臭は当時の市職員の間にも蔓延していた。しかし大さんが時間励行を率先推判したことによって市職員もあったこの悪臭が 徐々にではあるが自ら改めるようになった。また貴重面な性格はアメリカ軍やアメリカ民政府との交渉にも生かされた。大戦はアメリカ人との交渉についてメモを丁寧に取り、米人はメモに弱いし、メモを取ると慎重に責任ある回答をすると述べている。また、米国の抑憂人道主義、米国はキリスト教国であるのでそのバイブル、その他、 米国人の口にする思想心情の名文句を私は勉強しメモを丹念に記した。そして米軍側との接触の折彼らから学び取った名文句で彼らを称賛するとともに彼らを攻撃する材料にもしたとも解雇している。大戦の死去に接し地元新聞の沖縄タイムスは現在の沖縄市の基礎を築いた米軍聖火で基地の町としての様々な問題を 抱えながら、道路や上下水道、区画整理事業などの施策を展開したと評した。小座市長時代の大戦は、基地依存経済からの脱却を掲げながらも、都市インフラの建設、整備に力点が置かれて展開した。要するに、大戦姿勢は、箱物行政そのものであった。しかし、目に見える、箱物行政で実績を上げたことで、4期16年の、 指示を受けたとも言えた。保守系の政治基盤であった、米軍基地関連の業者であっても、時には大戦の政治手腕に期待した。清掃が起こりやすく自治体の主張がコロコロ変わる沖縄にあって、大戦は沖縄選挙史上初の連続参戦された主張であった。また4期目を目指す1970年の市長選挙では、保守陣営から、 対立候補の擁立が見送られたため、無投票での再選となった。このように革新派の市長でありながら、保守派とも手を結ぶ手法については、他の革新派からしばしば批判された。大三が小座市長退任後、参議院への出馬を検討したとき、やはり革新政党から保守系の人々との関係が批判され、出馬を見送ることになった。具体的には、 笹川良一との関係があった。このことについて、大仙の孫である、玉木光は、大学を小座に誘致するためです。沖縄ではそういう多面的な顔がないと、やっていけないと証言している。小座市長時代の大仙は、米軍との関係を損ねることなく、姿勢を運営する必要があった。しかし、時として公然と、米軍批判を展開する態度をとることがあった。 このような態度を取る退散をアメリカ軍やアメリカ民政府はどう見ていたのか。大阪市立大学教授の山崎隆は科学研究費助成事業でアメリカ国立公文書館と沖縄県公文書館に収蔵されているアメリカ民政府の公文書からアメリカ民政府が大戦に対してどのように対応していたかを調査した。山崎隆の研究によるとアメリカ民政府障害局には 大戦の反米言動を報告する文書がいくつかあり、大戦の言動を監視していた。一部には大戦姿勢と対立する、加え朝行など、琉球民主党の陣営からの報告が含まれていた。アメリカ民政府は大戦に対して再三警告を与えていた。また、アメリカ民政府は不要となった軍物資の譲渡に関しても、 上都先の自治体内視組織関係者の政治的思考性が検討され、民政府障害局はアメリカ軍に批判的な場合に関しては支援を制約する方針があったと推定されている。アメリカ民政府の圧力にもかかわらず、大戦は1966年に小座市長に参戦された。しかし、アメリカ民政府の大戦姿勢への圧力は弱まることがなく、 可能な限り大戦姿勢に対する市民の信用を、そこで、新米勢力の慎重を格作していた。大戦は1997年、日本からの独立を主張した著書である、沖縄独立宣言を出版した。これは占領下で一貫して、日本本土復帰論者であった大山が、沖縄独立論者へ思想を転向したことになる。この思想転換について大戦は、インタビューの中で、 確かに内容が矛盾していると笑う人がいました。あくまで夢の実現への手段として、やっぱり最終的に目指すべきところは独立です。しかし、それへのステップとして、一応は日本に帰る。米軍勢の圧政から解放される現実的な一つの手段として、復帰運動に全力を尽くしたのですと述べている。退散が沖縄独立論に火を切った契機として、1995年に、 発生した沖縄米兵少女暴行事件が大きかったと推測される。大戦は、実著で、米軍占領下から復帰後も連綿と続いてきた、数々のアメリカ兵による事件があり、中には事件化すらしない件あったとした上で、日本もアメリカも、この沖縄に住む人間を、犬や猫並みにしか見ていないことの証とした。大戦が、沖縄独立論を唱え出した時期について、 大戦の孫である、玉木光は、90歳前後だったと思います、と、ノンフィクション作家の佐野真一のインタビューに、証言している。そして自身が、独立論を展開した時に、戦時中は、君たち教職員が教え子を戦争に煽り、戦後は復帰運動をやって、今度は、独立論家と、カミソリ入りの脅迫状が来たことを明かしている。玉木は、退散が、 独立論に傾倒した理由について、行政畑に長くいたから、本土の小物機の現実を見てしまったことが大きかったんじゃないかと思うんです。本土に復帰して、沖縄にかなりの予算が投入されたけど、沖縄にはほとんど線が落ちなくて、予算の大半は沖縄を素通りして本土に持っていかれる。ステーキは食わせてもらえず、飴玉ばかりしゃぶらされている。そういう現実を、 いやというほど見せられてきたから考え方も変わってきたんじゃないでしょうかと推測した。東洋大学教授などを務めた社会学者の佐藤俊一は大戦の沖縄独立論について大戦の沖縄独立宣言は彼の政治経歴からしてもパロディとして片付けるわけにはいかないとした上で大戦の場合は宣言止まりで独立に向けた構想などの提起は見られないと論じている。 ありがとうございます。